本日も迫力ある演奏で皆様と盛り上がること間違いなしですね。はい、それでは準備が整ったようです。音楽隊の皆さんの演奏です。よろしくお願いします。参りましょう。続いては行進曲秋空にをお届けいたします。作曲者の神岡陽一さんがふるさとである高知市の秋空の情景を思い描いて作曲したそうです。夏も過ぎたある日、突然と言っていいほど急に空が青く透き通ってきて、夏の晴天とは別のどこまでも深い秋がやってきます。暑さから解き放たれての活動再開への期待感、そしてもう一方で思考や思索の深まり、さらに秋の味覚への感謝といったことまで含めて、この青く透き通った空を眺めているとフラフラするほど気持ちが秋色に染まっていきますよね。
今日は朝からどんな天気になるかと思いましたけど、見事な秋空という感じで、私たちもとっても気持ちよく演奏ができそうです。モダンなリズムと軽やかなメロディーを持つ爽やかなマーチで秋を感じていただければと思います。それではマーチ秋空です。どうぞ。長年愛されている宝島をお届けいたします。原曲は1976年から現在もメンバーを入れ替えながら活躍している日本を代表するインストゥルメンタルバンドピースケアが1986年にリリースした大ヒット曲なのですが、この曲を日本が誇る吹奏楽界の革命曲家真島俊夫さんが吹奏楽版にアレンジしました。それ以来30年を超えた今でも、吹奏楽をやっている人なら誰もが一度は演奏したことのある曲、吹奏楽ポップスの頂点に輝く名曲として地位を確立しています。キャッチーなメロディー、ポップなコードワーク、そしてグルービーなリズムが一体となって紡ぎ出される音楽は、誰の胸にも宿っている宝島を見つけ出してくれることでしょう。説明するより聴いていただいた方がきっと早いです。知っている人もそうでない人もこの曲を聴いて盛り上がっていきましょう。イケイケなサックスソロにもどうぞご注目ください。それでは宝島です。どうぞ。
音楽隊のコンサートマスター鈴木武宏二等陸曹でした。さて皆さん、時間が経つのは早いもので、次の曲が最後の一曲となってしまいました。最後は誰もが知っているであろうあのキャラクターのテーマ曲、ミッキーマウスマーチのおなじみのメロディーをベースにしたみんなで踊って楽しめる話題の一曲、ジャンボリミッキーをお届けいたします。ありがとうございます。 YouTube や Instagram、TikTok など各 SNS でもたくさん動画がアップされていて話題になりましたよね。あ、そういえば大乗音楽隊もこの度 Facebook、Instagram、そして Twitter を始めました。イエーイ、ありがとうございます。 Twitter は今 X という名前に変わったんでしたね。さあ、活動の様子や映えな写真などをアップして情報発信の場にしていきたいと思っております。ぜひ大乗音楽隊で検索してフォローの方をお願いいたします。ちなみに今皆さん、あのスマホ持ってる方ってどれぐらいいますか？あ、全員ですね。じゃあもうこんだけフォロー増えるということで、後で私の確認しますので、皆さんぜひぜひフォローの方お願いいたします。さあ、ミッキーに話を戻しまして、そんな SNS でも話題のジャンボリミッキーですが、私たちも全力で踊りますと言いたいところなんですけれども、ちょっとね、大人の事情がねということで、あのちょっと演奏の方に専念させていただきますので、踊りがわかるよという小さなお友達とか、ミッキーが大好きな大きなお友達、そして自衛官の方もですね、ぜひぜひ踊っていただければと思います。さあ皆さん、それでは準備はよろしいですか？いいですか？いきますよ、せーの、ジャンボリミッキMore, Mickey, more, Mickey.
それなくさんといてよ。